今回はですね、ちょっとここ数日、ここ1日2日以内にですね、クレイジーニュースに大変なことがちょっと起きているので、皆さんにちょっとメッセージを発信しようかと思って、動画を作っている次第です。私にとっては嬉しい出来事ではあったんですけれども、2021年5月の17日に放送された激レアさんを連れてきたという番組が、放送されてからこのクレイジーニュースに大変な変化が起きていまして、まあそれとともに、視聴者の方にはちょっと混乱をねしている方がいらっしゃると思いましたので、まあ、ちょっとそこら辺を整理しようかと思って動画を作っている次第です。まあ、何があったかと言いますと、5月17日放送の激レアさんを連れてきたに出演した縄文人雨宮さんという方、この番組を知っているということをちょっとね、前提で、まあ、少し補足も加えて説明しますけれども、激レアさんを連れてきた弘中アナとオードリーの若林さんを、中心として、まあ、かなり激レアな人を連れてきて、まあ、その人の生き様とかにフォーカスして、で最後にオードリーの若林さんがその方に対してラベリングをするんですね。あ、こういう人ですねとか、そこで、まあ、ちょっとオチ、番組としてはオチが、ね、できるというか、まあ、最後面白くね、ラベリングされて終わるという、まあ、そんな感じなんですけども、で縄文人雨宮さんという方が出演されて、その方はもう縄文人というだけあって、この現代において縄文ライフをまさに実践されている方なんですね。そんな濃ゆい生き方に対して、でも原始人の生活の中でもちょっと現代と折り合いをつけながら生活しているという方なんですけども、まあ、例えば、まあ、ちょっとすき家が好きで時々すき家に行くとか、1ヶ月前ぐらいにスマホを買ったとか、YouTube やってるとか、まあそういう話をされたんですよ。で、そのギャップに共演者の方とか若林さんもびっくりして、で、最後のラベリングがどうなったかというと、すき家好きの YouTuber っていう風にラベリングされたんですね。でですね、この番組の中で、縄文人雨宮さんが、YouTube やってるんですかと聞かれたのに対して、やってますみたいなことを言うんですよ。番組が終わった後に視聴者の方々が、まあ、早速縄文人雨宮で YouTube を検索してその方のチャンネルを探したんですよね。ところが全然出てこない。で、まあ、縄文人雨宮さんがサムネイルに載っているその動画を見てたくさんの方々が視聴したんですけども、まあ、どうやらちょっと公式チャンネルじゃなさそうだな。そのチャンネルがこのクレイジーニュースだったんですよ。この私がやってるチャンネルの中に、縄文人雨宮さんのライフスタイルとか、作業の様子とかを上げている動画があるので、多くの視聴者さんがこのクレイジーニュースを見てくださったんですよ。まあ、これはね、私にとっては嬉しい悲鳴でした。でもコメントとかにもね結構ありますけど、縄文人雨宮さんのチャンネルはどこだろうとか、いろいろありますけども、まあ、ちょっとそこを説明しますと、番組放送後にはの段階では、雨宮さんのチャンネル自体はありませんでした。はい。で、雨宮さんは、縄文人雨宮さんは SNS も最近始めたばっかりですので、あとは番組の流れ上ね、どういう状況だったかちょっとわかりませんけど、おそらくですよ、ご自身が出てる、フォーカスされてるって挙げられている YouTube チャンネルは、YouTube の動画はいくつかあるんですよ。それをもって自分が出てるという意味で YouTube やってるっていうふうに言ってしまったんじゃないかなと思うんですね。自分のチャンネルは、ご自身のチャンネルはないんですよ。ということで、まあ、ちょっと誤解がね、視聴者の方との誤解がそこで生まれたと思うんですけども。で、ただですね、現在は、番組にも出演されていた縄文人雨宮さんの娘さん、雨宮ゆかさんかな?とタイアップして公式チャンネルを作りました。ので、
縄文人雨宮さんの公式チャンネル探す方はぜひそちらの方に行っていただきたいなと、思いますし、あとは公式ホームページも、作られていますので、まあ、そちらは概要欄に載せておきますから、ぜひね、興味関心がある方はそちらをご覧ください。ただですね、まあ、これをきっかけに、まあ、クレイジーニュース、まあ、非常にこうね、クオリティはまだまだ低くて、まだまだレベルアップしなければいけなかったり、皆さんの満足させるような動画はまだまだ研究していかなければいけないんですけども、このコロナ禍の中でも海外での渡航、ね、旅行ですとか、あとは生活の拠点を作っていく様子というのを、まあ、Vlog 形式で、面白楽しく、ね、皆さんと一緒にまるで旅行をしているような感じで、作っていければなと思っていますので、せっかくいらっしゃったのでぜひクレイジーニュースの方も今後も、よろしくご視聴いただければと思います。はい、今現在はですね、私イギリスのロンドンにおります。動画の進行上的には、約1ヶ月前にですね、私がちょっと、エジプトを旅行している、まあ、バカンスというか休暇を過ごしている様子があるんですけれども、まあ、それはちょっと今後も継続していきますので、最新の今私がいるところはイギリスのロンドンです。コロナ禍で、5月の17日からですね、規制も緩和されて、居酒屋のパブですとか、レストランとかお店、店内飲食が可能になったりとか、ハグがね、OK になったりとか、かなりね、あのワクチンも普及していて、あの一般の外国の人間もね、あのワクチンを打てるということで、まあ、そういった様子とかもぜひゆくゆくはシェアしていければなと思っています。ということでちょっと整理しますと、私クレイジーニュースと、縄文人雨宮さんの関係としてはですね、お友達でもあり、また私に様々な自然でのライフスタイルですとか、丸木舟作り、あとは石斧の魅力、あとは現代人に失われてしまった人間力を原始の生活ライフスタイルを通して取り戻していくということを教えてくれたという意味では、私にとっては師のような存在ですね。はい、今も仲良くやらせていただいていますので、ぜひクレイジーニュースでも縄文人雨宮さんの動画いくつか出してますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それでは皆さん、良い旅を。